本当に皆さん笑いがこう込み上げてくるこれは全部市販され市販そうですね、あの永田神社の参道で最初にこの野口百鬼丼が、元祖と書くということはおそらく競合してた相手がいるんじゃないかということで、まあ、本当に個人商店で売ってたものだと考えられるんですけれども、出崎さまきというか同じ時期に作ってまして、この頃からの布引きの滝でも売られてありましたここぐらいまでだったら分かるんですけどね、ここまで伸びるっていうとこ、うーん、江ノ口はこの爪の色もそのままだったんですけど、出崎がこう黒く塗り始めたというか、うーん、すごいよくできてるね。そうですね、本当につまみを回すだけでだと思うんですね。これはうまい、いける、すごい、そうですねで目も象牙を使っていたり、木もすごくいい桜を、まあ、5年間ちゃんと寝かしたものを使ったり、どちらかというと和子さんコレクター向けに約1人で500種類の神戸人形をオリジナルで作ったっていうふうに言われてますね。音なんですけど、こう音がちょっと鳴るような感じで、ありがとう、ちょうど一昨年ですね、あの子供の頃清島屋さんっておもちゃ屋さんで吉田太郎さんが憧れて見てた神戸人形、もう作り手がいないということを知って、自らという、今でも作られてるんですか。そう、本当にこの方が2027年に蘇らせて、Mm-hmm.